能登半島地震の発生から今日で12日目です。依然多くの人が避難生活を送る輪島市などでは、自宅を失った人に向けた応急仮設住宅の入居受付が始まりました。輪島市の火災現場です。今捜索の部隊が現場に入っています。地震の直後、大きな火災が発生した輪島市の朝市通り。大規模捜索4日目、今日は警察や消防、自衛隊が500人以上の態勢で一斉捜索を行いました。県内でこれまでに亡くなった方は215人で、このうち震災関連死は14人です。また安否がわからない方は昨日より9人減って28人となり、そのうち輪島市が22人と8割近くを占めています。そして県内では少なくとも4000棟を超える住宅被害が確認されていて、およそ2万3000人が避難所での生活を余儀なくされています。こうした中、輪島市では今日から応急仮設住宅の入居の申し込みが始まり、多くの人が申請用紙を手に窓口を訪れました。個数がやっぱ足りないかなっていう、仕事もこの状況じゃできないし、ちょっと不安だらけですね。申し込み期間は今月18日までで、輪島市役所や門前総合支所のほか、各避難所の市職員などで受け付けます。一方、市内では今日から仮設住宅の建設に向けた準備が始まりました。2月上旬から順次完成する予定で、その後入居の案内を進めるとしています。仮設住宅は輪島市に50戸、珠洲市に65戸、能登町と穴水町で合わせて60戸を建設予定で、七尾市や鹿町、内灘町でも建設に向け場所の選定を行っています。また今日の会見で長谷知事は、当初の設計を見直し、仮設住宅の敷地の中に集会場や医療施設、子どものプレールームや商店街などを作る考えを示しました。今回の能登半島地震では、輪島市と珠洲市で多数の死傷者が出るなど被害が集中しましたが、穴水町でも多くの被害があり、いまだに断水や停電が続いています。穴水町では午後2時現在、ほぼ全域となる3200戸で断水となっているほか、およそ760戸で停電も続いています。そして1876人の方が避難所での生活を続けています。電気は来たからね、水だね、水、トイレ、あれが病気の元だね、あれね、流せないわけですか、ね、流されないし、手も洗えないし、顔も洗えないし、何せ、水、トイレ、ね、それと野菜、パンとカップ麺とおにぎりだけじゃ炭水化物で、この糖尿病のお父さんが悪化する。いつもここに役場に来とる。お母さんがお仕事行きたいって言うから、お父さんすぐは帰ってこんけど、ちょっとだけは帰ってくるんだけど、お父さんお仕事が忙しくて全然帰ってこれ。穴水町での住宅の被害は1000棟に上っています。そして穴水と七尾を結ぶ能登鉄道では全線で運転を見合わせ中ですが、明日運転再開に向けた計画などを協議するということです。穴水町と中継です。穴水町役場に大野記者がいます。大野さん、伝えてください。はい、住民の皆さんの避難所にもなっています穴水町役場です。こちらからは町の災害対策本部長として、復旧への陣頭指揮を取っています穴水町の吉村幸喜町長にお話をお伺いします。町長、大変な中お時間いただきありがとうございます。では、まず、地震から、今日で12日目です。穴水町の現在の被害状況、
そして復旧へ向けた現在の進捗について教えてください。はい、穴水町はまだ全域で断水しております。で停電している世帯もかなりの数、800世帯以上がまだ停電しているという状況です。で道路についてはほぼもう町内全域の道路が何かしら のダメージを受けている状況です。で建物についても今応急危険度判定をやっていただいておりますが、約4割近い建物が危険な建物という判定を受けておりまして、おそらく入れない建物もその中には、ほぼかなりの数割合を占めるんじゃないかなというふうに思っております。被災者の数は今日現在で約1800名近くが避難所での生活をしている。加えて、避難所周辺で、車上で寝泊まりする方を加えると、ほぼ町民の半数以上が未だに避難生活を続けているというふうな認識でおります。そういった中で避難所での生活を続けている皆さん、町長自身もいろんな避難所で皆さんの声をお伺いしているというふうに聞いていますが、そういった住民の方の声というのはどのように受け止めていますでしょうか。はい、発災直後からですね、なかなかその避難所にたどり着くことっていうのは非常に難しかったんですけど、ここ、数日間でかなりの全域の避難所を尋ねることができました。で本当にいろんな声を聞かせていただいて、町民の方のまず安否を確認できたということと、これからの生活の不安というのが一番大きなことだと思います。で家をなくされた方もたくさんいますし、家は建っているけどとても生活できるような状況でないという町民の方がほとんどですので、先の見通せない不安、まず直近じゃあどうしていこうかという不安と、今後生活を再建していくための先の見通せない本当に不安というのは数多く聞かせていただきました。そういった復旧に向けての動きも今後進めていかなければいけないと思いますが、今穴水町として必要なもの、県や国に訴えていきたいものですとか、テレビのご覧になられている皆さんに訴えていきたいことがあれば教えてください。はい、発災から今日で12日間経ったわけですけども、この12日間の間に、本当に全国からたくさんの支援、国からの人の派遣であるとか、各団体の人の派遣、本当にたくさんの支援をいただきました。そういった支援がなければこの本当に12日間は乗り切れなかったなというふうに思っております。で今後復興に向けて、そういった方の力をもっともっと借りなければ、おそらく町民町役場だけでは対応できないことばかりだというふうに思います。まずはこの再建に対して町ふるさとを守っていくためにブランドデザインを一緒に考えてもらう、そういった協力も国には要請したいと思いますし、個々人各家庭への生活の再建に対してきめの細かいサポートをしていかなければいけないなというふうに思います。そのためにはやっぱり、国、県、民間団体、の力を借りないといけないなというふうに思っています。町長、本日は大変な中ありがとうございました。ありがとうございました。はい、吉村幸喜町長からお話をお伺いしました。以上、穴水町役場の前から中継でした。大野記者に伝えてもらいました。次です。被災地では週明けにかけて雨や雪の予報となっています。そうした中、警戒が必要なのが土砂ダムです。その危険性から身を守るためには何が必要なのでしょうか。地震の発生から12日目、被災地は前線の影響で朝から雨が断続的に強まっているところも。そうした中、警戒が必要なのは能登半島の各地で確認されている土砂ダムです。土砂が崩れて川に流れ込んでいます。
土砂ダムとは、地震によって地滑りが起き、川の水をせき止めてしまう現象です。これは土砂ダムが発生するメカニズムを示した CG です。地震によって地滑りが起きて、土砂が水をせき止めます。そこに雨が降ると、川の水位が上昇します。水が越流すると、土砂を含む濁流となって、下流に流れ込みます。今回の能登半島地震でできた土砂ダムについて研究する京都大学防災研究所の松志祐樹教授は、最悪の場合は大規模に土砂と水が流出をして土石流という形で数百メートルあるいは数キロメートルといった長距離を流動して被害を与えるといった事象が起こる可能性が考えられると思います。松志教授の解析によると、土砂ダムは輪島市内で少なくとも10箇所で形成されているということです。特に能登町から輪島市を経て日本海へ流れ出る町野川では、支流との合流点付近の広江地区に多くの土砂ダムが集中しています。雪が溶けて大量の水となり、土砂とともに下流に一気に流れ出てくる恐れも。また松志教授によると、土砂ダムができているのは水位計が設置されていない中小河川が多いということです。さらに地震の揺れや停電などの影響で水位計のデータが測れていないところもあり、これに伴って自治体からの避難情報が遅れる恐れがあるとの指摘もあります。ではどうやって警戒すればいいのでしょうか。で、一つの注目ポイントは川の水量の変化ですね。水量が通常よりも異常に少なくなっていたりすると、上流側に天然ダムができているかもしれないといったようなことが推察されます。もう一つは川の濁りの状態ですね。天然ダムができて、その上を水が乗り越えて流出しているというような状況下になると、川の濁りが通常よりも強くなって濁水が流下するというような状態になりますので、そうしたことで越流が始まっているといったような状況の変化に気づくことが可能になる可能性が出てきます。また気象庁のキキクルでも災害のリスクを知ることができます。こういった形で、例えばこの洪水危険度であれば、具体的に河川が入れ替わりますので、今ここが危ないなとかいう形で青色から黄色、赤、黒と色が濃くなるごとに災害の危険度は高まっていきます。今後の天気の見通しは、今日につきましては、現在雨が降っているという状況で、一旦小康場になるかもしれませんが、また寒気が入ってくるので再び雨になるという状況です。次第に寒気も強まるので、おそらく明日になりますと平地も含めて、雪になると。週明け以降、土砂ダムの解消に向けた動きが始まる見込みですが、当面の間は警戒が必要です。その金沢地方気象台によりますと、明日夕方までの24時間に降る雨の量は能登地方で20ミリ、その後明日夕方からあさっての夕方までの24時間に降る雨の量は50ミリと予想されています。また寒気の強まりによっては警報級の大雪となる恐れがあります。地震の揺れや雨の影響で地盤が緩んでいるところがあり、少しの雨でも土砂災害の危険が高まる恐れがあります。注意が必要です。ここからは被災地の生活に関する情報を詳しくお伝えします。まずは水道です。ご覧の赤色の地域、輪島、珠洲、能登、穴水、七尾、鹿ではほぼ全域で断水が続いています。断水地域の給水情報です。
和知摩では和知摩中学校、河合小学校、大空農協、ふれあい健康センターなど、大谷小学校、大谷公民館、ふれあいプラザ2勢、和知摩消防署、三井公民館など、剣寺公民館、諸岡公民館、門前中学校、阿岸公民館など、鈴です。法隆小中学校、上戸小学校、和歌山小学校、飯田高校、緑ヶ丘中学校、松陰小学校、旧多古島保育所。自衛隊による今日の入浴支援の状況です。和知摩市では富岸小学校、和知摩中学校、門前児童館、道の駅赤神は今日は男性のみとなっています。珠洲市では上戸小学校、法隆小中学校、飯田小学校、能登町は松並中学校、柳田体育館、藤波運動公園で、穴水町は穴水総合病院と旧兜小学校、七尾市では中島小学校と辰浜地区コミュニティセンター、鹿町では B&G 海洋センターと熊野交流センターで入浴できます。そして停電情報です。和知摩、珠洲、能登、穴水など合わせて12,600戸で停電が続いています。和知摩や珠洲では少しずつですが解消が進んでいます。通信状況です。和知摩と珠洲は携帯電話がつながりにくい状況が続いています。携帯電話会社によっては穴水や能登で復旧範囲が広がっています。楽天モバイルが今日から珠洲と能登町で通信サービスが復旧しました。道路状況です。能登里山街道は県立看護大インターから徳田大津インターまでの能登方面へ向かう下り線と、徳田大津インターから大津交差点までの一般道が一般車両通行止めで、災害復旧車両や緊急車両のみに通行が限定されています。その他青色の線で示した部分が車両が通行可能となっていますが、通行を制限される場合があります。そして被災地から避難をする方やその支援をする方のために無料でバスが運行されます。珠洲から金沢に向けては明日から19日までの運行を予定していて、ご覧の箇所を通り金沢駅西口などで降車となります。金沢から珠洲に向けてはあさってから19日までの運行を予定していて、金沢駅西口を出発しご覧の経由地を通ります。詳しくは予約サイト PTEX 被災者用バスで検索してください。鉄道の運行情報です。 JR 七尾線は金沢高松間は引き続き始発から列車の本数を減らして運行しています。運転を取りやめている区間のうち高松白衣間は来週の月曜日の始発から列車本数を減らした上で運転を再開するとしています。被災者のための総務省による災害専用フリーダイヤルが開設されました。番号は 0120-776-110 です。被災された方に対する支援などについてどのようなものがあるか知りたい、どこに相談したらいいかわからないなどのご相談を受け付けるとしています。被災された外国人の方への相談も受け付けているということです。明日から大学入学共通テストが始まります。3年生のおよそ9割がテストを受験する七尾高校では、受験生がバスで金沢市へ出発しました。はい、じゃあみんなで頑張っていきましょう。いいですか。はい、七尾市の県立七尾高校、明日からの大学入学共通テストを前に教師らが3年生を激励しました。数日は避難所とかで過ごしてたのであまり勉強できなかったんですけど、不安はちょっとあるかもしれないけど、今まで勉強してきたことを信じて出し切りたいなって思います。地震によって避難生活をしながらの勉強を強いられた受験生、集中した環境で受験勉強をしてもらおうと高校は9日から学習室を開放し受験生のサポートをしてきました。正月&地震で間違いなくハンディあると思います。明日からの2日間全力を尽くしやってほしいなと思ってます。
七尾高校では3年生のおよそ9割が受験予定で、会場がある金沢へ出発しました。一方、会場の一つとなる金沢大学には午後から多くの受験生が下見に訪れていました。今年県内ではおよそ5200人が大学入学共通テストを受験予定で、金沢大学は全体の半数以上にあたるおよそ2700人の試験会場となっています。持ち出せるだけの参考書をちょこっと見るぐらいしかできませんでした。こう語るのは穴水町で被災した受験生4人。みんなに会うのも久しぶりなんで、それだけでもこう元気が出た感じがしますね。少し不安な面もありつつ、今までやってきたことを発揮しようかなと思っています。テストは明日から2日間の日程で行われます。また地震の影響で本試験が受けられない人のうち、事前申請をした人は27、28日の追試験を受けられるということです。被災地の医療が逼迫する中、日本赤十字社は珠洲市に臨時の医療救護所を明日にも開設する予定です。日本赤十字社は地震翌日の2日から全国の職員が救護班として被災地に入り、避難所で巡回診療などを行っています。奥能登西2町にある公立病院のうち、珠洲市総合病院は救急対応のみとなり、通常の外来診療ができないことから臨時の救護所の設置が決まったということです。場所は道の駅鈴なりの駐車場で、明日午後にも開設予定です。救護所には医師、看護師、薬剤師が常駐し、外来診療から薬の処方まで対応します。日本赤十字社は今後要望があれば珠洲市以外にも設けたいとしています。この後はお天気情報をお伝えします。強い雨や雪による視界の悪化に注意してください。現在の輪島市内の様子です。はい、今日の県内は雨足が強まる時間帯もありましたよね。はい、雨が降っていたので余計寒く感じられましたよね。はい、風向きも影響あったでしょうしね。はい、明日は今日よりも気温が下がり雪となる見込みです。ではこの後の天気詳しくお伝えします。注意報です。現在県内全域に雷注意報、輪島市と珠洲市に大雨注意報、ご覧の地域に波浪注意報、能登北部に強風注意報が出ています。ご注意ください。明日朝9時までの予想天気図です。低気圧が北海道の東へ進み、前線が明日にかけて日本付近を通過する見込みです。前線が通過した後は冬型の気圧配置が強まり、上空には寒気が流れ込むでしょう。全国の天気です。東海と関東は変わりやすい天気でしょう。北陸や北日本の日本海側は雪が降り、雷を伴うところがある見込みです。ここで生活支援情報をお伝えしていきます。まずは水道です。ご覧の赤色の地域、輪島、珠洲、能登、穴水、七尾、志賀ではほぼ全域で断水が続いています。断水地域の給水情報です。輪島では輪島中学校、河合小学校、大空農協、ふれあい健康センターなど、大谷小学校、大谷公民館、ふれあいプラザ2世、輪島消防署、三井公民館など、鶴木寺公民館、諸岡公民館、門前中学校、阿岸公民館など給水情報をお伝えしています。珠洲です。法隆小中学校、上戸小学校、和歌山小学校、飯田高校、緑ヶ丘中学校、松陰小学校、旧多古島保育所。そして停電情報です。輪島、珠洲、能登、穴水など合わせて1万2600戸で停電が続いています。輪島や珠洲では少しずつですが解消が進んでいます。通信状況です。輪島と珠洲は携帯電話がつながりにくい状況が続いています。携帯電話会社によっては穴水や能登で復旧範囲が広がっています。
楽天モバイルが今日から珠洲と能登町で通信サービスが復旧しました。道路状況です。能登里山街道は県立看護大インターから徳田大津インターまで能登方面へ向かう下り線と徳田大津インターから大津交差点までの一般道が一般車両を通行止めとなっています。災害復旧車両や緊急車両のみに通行が限定されています。そして被災地から避難をする方やその支援をする方のために無料でバスが運行されています。珠洲から金沢に向けては明日から19日までの運行を予定していて、ご覧の箇所を通り金沢駅西口などで降車となります。金沢から珠洲に向けては明後日から19日までの運行を予定していて、金沢駅西口を出発しご覧の経由地を通ります。詳しくは予約サイト PTX 被災者用バスで検索してください。生活支援情報をお伝えいたしました。そしてテレビ金沢では能登半島地震の義援金をお預かりしています。取扱金融機関は北国銀行本店営業部、北陸銀行金沢支店、金沢信用金庫本店営業部、能登共栄信用金庫本店営業部、 JA バンク石川石川信連、こちらの窓口からの振り込みは手数料がかかりません。皆様からお寄せいただいた義援金は全額石川県令和6年能登半島地震災害義援金に送らせていただきます。よろしくお願いいたします。個人的なんですが、昨日仙台の方から、はい、友人が連絡をくれまして心配してくれたんですけれども、仙台の方でも能登の皆さんのために至るところで募金活動が行われていますよ、平山さん頑張ってくださいという連絡をもらいました。そういうのを聞くだけで遠く離れたところからエールを送ってくれてるんだ、力もらえますよね。そうですよね、今週は震災伝言版を通してですね、はい、皆さんからのメッセージを届けさせていただきました。その中、今週も振り返ってみまして、無料シャンプーを提供しているですとか、はい、飲料水などたくさんの支援に感謝していますというこういう感謝のメッセージもあったんですよね。はい、こうやって皆さんのお声がですね、こう双方向につながって、理解やそれから思いのですね、裾野が広がっていくことを願いたいなと思います。さあ、この週末冷えそうです。なるべく暖かくしてお過ごしいただければ。では